です。本日の動画ではですね、こちらじゃじゃーん、こちらがベータ FPV さんから出た、ELRS の受信機ですねの、スーパー D というものが、今回、新しく発売されたので、こちらをレビューしていきたいと思います。でですね、私ちょっとあの ELRS の、 PX モジュールですね、これ調子が悪くて、というのもなんかあの ELRS の機体をいくつか持ってるんですけど、全部飛ばすと RX ロスというあの、TX モジュールとドローンに乗ってる RX モジュールの、通信が弱かったりとか切れちゃうっていう現象に陥っておりまして、で、どの機体でもそうなってしまうので、おそらくこっち側のこのアンテナの接続部分が結構グラグラしているので、この接触が悪くて RX ロスが起こっているのではないかという結論にたどり着きました。というわけで、実は今回ですね、ベータ FPV さんから新しくこちらですね、このモジュールご提供いただいたのと、あとですね、なんとこちらアンテナですね、このモジュールにつけるこのアンテナ、これがループアンテナ 2.4GHz も、ご提供いただいたので、こちらのスーパー D と、あと実はですね、たくさん届いていて、キーホルダーとかシールとか、シールとかこんな感じでいただいたので、キーホルダーはちょっとあのまたプレゼント企画にしていきたいなと思います。ベータ FPV さん、いつもありがとうございます。はい、というわけで、早速ですね、こちらベータ FPV さんの新しい受信機、スーパー D 試してみたいと思います。で、早速ですね、こちらが、製品ページになっていて、今回の製品は、スーパー D ELRS 2.4GB ダイバーシティレシーバーということで、このダイバーシティっていうのが多分今回のすごい大きな特徴になっていて、で、ダイバーシティが何かというと、今回アンテナをつけるところが2つに分かれております。で、アンテナをつけるとこんな感じですね。で、ダイバーシティっていうのがこういう複数のアンテナで電波を受信したりとか送信したりとかすることによって通信の質を上げるっていうような技術になります。まずここがすごい大きな特徴ですね。で、箇条書きということで、本当のダイバーシティレシーバーだぜみたいなことが書かれていますと。基板の方も完全にデュアル構造になっておりますというのと、めっちゃ軽いよっていうので、これがアンテナなしで 1.1g しかないというようなものですね。で、レシーバーボードのレイアウトももう、火の打ちどころがないと。で、ハンダもしやすいよ。あとは、2つのダイポール T アンテナがついてますと。で、受信感度を良くしておりますという感じですね。っていうのと、これは FPV ドローンだけじゃなくって FPV の固定翼のウィングだったりとか、その他のエアクラフトにも使えますと。で、ロングレンジのフライトにおいて優れた性能を発揮しますよといったところが今回の受信機のポイントになっております。で、特徴はこんな感じで、あとは TCXO というのを兼ね備えているダイバーシティレシーバーだということで、この TCXO っていうのが、これ私も何かわからなくて調べたんですけど、温度保証型推奨発信機なるものがついているようです。これが周波数安定度の中でも最も影響の大きい温度依存性について、温度保証回路を内蔵することにより、なんかとりあえず安定した周波数を提供するように設計されたものらしいです。こういうのもついてるので、今回このアンテナの信頼性だったり安定性はすごいぞという感じですね。で、こちらが他の製品と比較した時の特徴になってますと。こんな感じになっております。なので、今回はアンテナを取り付けて、この4箇所にハンダして FC とつないでいくということをやっていきたいと思います。ここですね、ちゃんとつなげ方も書いてますね。 FC と基板をつないでベータフライトで設定して、ここもですね。で、ここで今回あのスーパー D の受信機が
ちらが、エクスプレス LRS のバージョン 3.00 のプロトコルがデフォルトで入っていると書かれています。なのでこっち側もバージョン 3.0 に対応している必要があるという感じですね。なのでそのあたりもこれですね、 ELRS のコンフィグレーターで、こっちの設定とこっちの設定を見ていく必要があります。はい、そんな感じなので早速やっていきたいと思います。で今回はこちらですね、テスト機といえばこの子なので、ちょっと今この子が双葉の受信機をつけているんですが、そちらを、こちらのスーパー D に付け替えていきたいと思います。ではこちら開けていきます。じゃん、包むやつ2つ、受信機とアンテナ2本と回線と、これは使わないかな。で説明書ですね。でこちらの基板には 5V グラウンドと RXTX という4箇所配線する場所があって、こんな感じですね。さっきのホームページにも書いてた通り FC の対応するところとつないでいきます。ここでこの受信機側の TX は FC 側の RX とつなぐ、で受信機の RX は FC 側の TX とつなぐといったところ注意点になります。で基板の方には RX1 とか2とか書いてあるんですけど、今使ってないところの RX と TX につなぎます。私の場合は RXTX の6が空いているのでそちらにつけていこうと思います。まずこっちですね、基板側に配線していこうと思います。まずは予備ハンダをしていきます。はい、 OK です。綺麗にできました。完璧です。内側のよし、 OK です。で続いてはベータフライトの設定ですね。まず機体とパソコンをつなぎます。はい、つなぎました。でまず変えなきゃいけないのが、ポートのところですね。で今回 FC 側の、TX と RX を、4につないだので、この UART の4に接続されている状態になります。なので、シリアル受信を2から4に変える必要があります。でこれで保存して再起動ですね。はい、 OK です。でポートで、あれ、なってないな。受信で保存して再起動。はい、OK ですね。で、次に受信機の基本設定のところですね。受信機のところをシリアル接続受信機を選んで、こちらのシリアル受信プロトコル側をクロスファイヤーを選択します。これですね。で、これも保存して再起動してください。で次は、プロポの設定ですね。でプロポは私は前5インチ用にこの ELRS のモデルで作ったものがあるので、これを使おうと思うんですが、プロポの設定のところの注意点としては、リンケージメニューのシステムタイプでこうしてクロスファイヤーがオンになっていることを確認してください。ではではお次が TX モジュールですねを設定していきたいと思います。こちらですね。でこいつの配線ですが、こんな感じですね。一番左が信号線で、隣がグラウンド 5V という感じになります。なのでこんな感じでつなぎます。で最初にアンテナをつけていきます。ほい、ではでは早速この TX モジュールですね、ファームを更新していきたいと思います。でまず、パソコンと TX モジュールをここですね、タイプ C でつなぎます。でパソコンの方は、
あらかじめインストールしておいたこのエクスプレス LRS コンフィグレーターというやつを開いておきます。で、今回スーパー D の受信機の方が ELRS のバージョン 3.0.0 とのことだったので、ここですね、こいつの TX モジュールのバージョンも同じような 3.0.0 に合わせてやる必要があります。で、今時点でこのコンフィグレーターのバージョン最新が 1.5.2 になっているんですが、このバージョンが古いと 3.0.0 を選んだ時にエラーになってしまう場合があります。なので、もしバージョン 3.0.0 を選んでエラーになった場合は、コンフィグレーターを最新のバージョンにインストールし直してみてください。ではやっていきます。バージョンをセットして、で次にターゲットですね。で、こいつがベータ FPV の 2.4GB のものなので、こいつを選ん で、デバイスはこれですね、ベータ FPV の 1400TX ナノを選びます。あとはWi-Fi のやつは外して、でバインディングフレーズは、設定しますと、バインドをするための、まあ、フレーズですね、まあ、任意のものを設定しますと。で、こんな感じかな。これでビルド&フラッシュを押します。私はよくエラーになるので結構ハラハラしてます。成功しました。よかった。 TX モジュール側の設定はこれで OK です。で、次はこっちですね、スーパー D 側 RX モジュール側の設定をしていきます。なので対応パソコンとつなげます。で、同じくこれですね、バージョンは3で、デバイスのカテゴリーは同じくですね、ベータ FPV の 2.4GB で、こっちですね、デバイス側がベータ FPV スーパー D 2.4GHz RX にしますと。で、あとの設定は同じ感じで、あとはバインディングフレーズも先ほどと同じものを設定します。で、これでビルド&フラッシュ。今回ですね、TX モジュールとこのスーパー D の方に、バインディングフレーズをセットしてバインドできたと思うので、バッテリーを入れていきたいと思います。で、まずまあプロポの電源をつけますと。で、この TX モジュールもこんな感じでこの3本線でプロポとつなげていますと。バッテリーつなげます。バインドできたっぽいです。これでアームするかですね。アームしてますね。よかった。というわけで、受信機能の世界は無事終わりました。なので、フレームとか元に戻していきたいと思います。あとですね、せっかくなのでこのアンテナ、これがループアンテナ 2.4GHz のやつをつけたいと思います。カバン入るかな。こんな感じです。まずこのカバーですね。こんな感じでつけました。でですね、あともう一個設定しておきたいのが、RSSI ですね。これが双葉と ELRS で設定方法が違うので見直す必要があります。でこの RSSI っていうのはプロポと機体の受信機の通信強度を表すので表示させておいた方がいいですね。まずここですね、アナログ RSSI がオフになっていることを確認します。で、あとは受信機のところの RSSI チャンネルを無効にします。で、保存ですね。あとは OSD の設定のところでこの瞬間 RSSI っていうのを切って、代わりに RSSI の DBM というのにチェックを入れます。で、これもかな。あとはこのリンク品質にチェックが入っていることを確認してください。で、保存と OK。 はい、というわけで今回はELRS の受信機スーパー D の付け替え&設定動画でした。
すごくいいと噂の受信機なので、この動画が設定の際の参考になれば嬉しいです。あとですね、もう一個超重要なミッション忘れてました。今回この受信機だったりとか、この TX モジュールもですね、こちら私がよくお世話になっているベータ FPV さんというメーカーさんの製品になるんですが、ベータ FPV さんがスーパーセールを開催するということで、こちらですね、ベータ FPV さんのウェブサイト、今ちょうど出てきた、これですね、5日間ですね、セールを開催しますということで、11月の25日から29日までの間、15% オフのセールが開催されるので、この機会に、お安く買っていただければと思います。あともう一点、追加情報で、なんと今回ですね、この動画を見てくださった方限定で、朝吉専用割引コードを発行していただきました。こちらのコードが 22BF ですね。で、有効期間がセールと同じく11月25から29ですね。の間に、こちらの 22BF のコードを使うと、なんと商品が 20% オフになるといったようなクーポンになります。で、こちらのクーポンは使える製品が限られているみたいなので、ベータ FPV さんのサイトで何か買いたいものがあるときは、22BF というコードもぜひ使ってみてください。ちなみにですね、今回のこのブラックフライデーセールのおすすめ商品っていうのが、これですね、シータスシリーズ。まあこれは初心者に最適のセットですね。だったりとか、メテオシリーズだったりとか、あとは今回ご紹介したスーパー D の受信機だったりとか、あとはこのフライトコントローラー系ですね。この機会にぜひチェックしてみてください。という宣伝でした。それでは、今日の動画はこの辺で、バイバイ。ではではバインドしていきたいと思います。こちらのスーパー D の説明書に、バインドの手順も書かれております。書かれてるのが、このスーパー D のレシーバーのアームは ELRS のバージョン 3.0.0 ですと、バインディングフレーズは設定されていませんと。なのでこっちも ELRS バージョン 3.0.0 もしくは最新のバージョンにする必要があります。でレシーバーとトランスミッターモジュールはバインディングフレーズを設定されてるべきではないですと。はい、そうですね。で、バインドの仕方が、まずこいつをバインディングモードにするためにバッテリーのパワーオンオフを3回してバインドモードにしますと。でそうすると RGB インディケーターって、まあ、ここにチップがついてるんですけど、これが2回素早く光りますと。でそうするとバインドモードになったよということですね。ではやっていきます。まあ、まずプロポの電源をつけて、でバッテリーを3回抜き差し